来号寺は、三重県松阪市、お白い町にある天台神税宗の仏教寺院である。三号は、教主さん。陰号は、無料寺院。達中に、さとし聖院。本尊は、阿弥陀如来。英少年間、北畠財親により、松ヶ島城下に創建されたが、1588年、ガム宇治里の松阪城追記に伴い城下の現地に移転した。 1716年の松坂大火で表門を除き、消失したが、合唱三池などの尽力により8,700両の費用をかけて再興された。江戸時代の国学者、元織森長は、来合寺の僧、海古とを門人としていた。海古とは、森長の奈良への旅に同行したほか、森長の源氏物語公爵に参加したり、寺で花見、月見、 紅葉等の花会を開いたりしたという。当時のある松阪市には、伊南町にも雷郷寺という同盟の寺があるため、来訪や、検索の際には、注意が必要である。ちなみに、お城い町の雷郷寺は、雷郷寺と濁るが、伊南町の雷郷寺は、雷郷寺と濁らない。雷郷寺も参照。桜祐吉地、広報松坂県予雑集。地見え県四段階。 コマ番号3378、雷光寺のこと1から1雷光寺本堂、松坂市の指定文化財松坂市、雷光寺、元織のり長記念館 AB 雷光寺本堂、みんなで、守ろう。イカソう。三重の文化財三重県教育委員会資本牧書、新税実質消息、2月17日正音棒当て、みんなで、守ろう。イカソう。 三重の文化財三重県教育委員会1から4、来郷寺浦門松坂市の指定文化財、松坂市ワークス編1997、P47、1から3北畑具共生館松坂市の、指定文化財松坂市 ABC1 から5隅屋、七路兵東北洋費並びに、松本田道坊松坂市の指定文化財松坂市から、七並びに松本,本造学者の活躍松坂の歴史、桜祐吉、 安南貿易課、住谷七郎兵、府、松本一族 P52、桜雄吉、安南貿易課、住谷七郎兵、府、松本一族 P53 解雇と、元折乗長記念館108から186、来号自動省松阪市の指定文化財松阪市。ありがとうございます。